リモートワイシリモートワイスライズこっどうも、クサジンです。今日もクサジンチャンネルやってことで、ちょっとお前ね、久しぶりに地元の友達と会ったんだけど、その時にさ、まあ、友達膝カックンしたんだよ。それで、ケタケタケタきたーって笑ってたらさ、お前まだそんなことしてたのかってめちゃくちゃ言われてさ、お前、俺ら33歳になったんだぞ。お前あのところの中学生の時とお前全く変わってねえじゃんって言われたんだけどさ、今思えば俺確かにね、小中学校の時とはなんかあんまり根本的な性格変わってねえ気がするね。まだいい意味でも悪い意味でも童心を忘れない草地でございますけどね、結構どうなんだろう、なんかね、大人になるにつれて性格変わったって人いる？みんな根本は一緒じゃねえかな。ということでみんなコメント欄をよろしくなってください。今日も草地ちゃんのやつを、草人チャンネル。あの、この字型、絶対壁当てコールダンプのコースでしょ。待って、あ、じゃあ、そっか、別にさ、壁当てしなくても誰かの頭乗ってきゃいけないんだよ。おい、誰からどないになる、どない、どないになるって、お前ら何をしてんだよ。ルイージ言ったら、オッケー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 。いや、でも、こいつら多分ね、壁当てコールダンプできねえのよ。草人だったら余裕で、かましたろうじゃねえかよ。天才草人ミスタル、天才草人。うますぎるだろ。一回地面から離れたら着地されてゴールということで、これ、ミンバトの状況だったら戦争起きると任せろ。とりあえず、ちょっとね、後ろから攻めるしかね。こいつとりあえず、マリオちゃんごめんね、行かせていただいて、ごめんね、はい、ありがとうございます。ごめんね、はい、ありがとうございまーす。もう勝ちかけだよな。ここから、あいつらもうね、後続積んだよね。のこのこちゃんが復活してから、もう来ないと思いますんでね、あとは草人がね、ダントツで行かせていただきたいと思います。はい、ゴールでございまーす。あとはゆっくり行け、ゆっくり、慎重行けばそんな難しいコーチじゃないぞ。はい、天才草人のリズム、天才クサいやー天才クサいやー草人チャンネル。ユースキンのバトコ出すぎマジで。あ、どうも草人です。俺さ、ユースキンのバトコ好きな方だけど、さすがにレンジャーで出てきたら誰だって飽きんの。もうさ、実況するのもめんどくせえからさ、今までずっとね、実況でか動画化しながら置いたけどさ、さすがに出すぎると動画の尺が足りなくなってくるからせざるを得なくなっちまうじゃないか。まあ誰がな、オッケー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 。いや、さすがだってみんなカレーライス好きじゃん。みんな好きだけど、何をせえだ、5日目カレーライス食える、納豆だけ、この世で5日間1週間一生ずっと食いつけられるのは納豆のみよ。そうでしょ、みんな納豆。嘘でな。3人同着だと鼻差ぐらいだったよね、今。面白えじゃねえかー。みんなね、スローモーションで見てくれんの、もう一回。草人チャンネル。なんかとんでもねえほどのボスが、とりあえず、あー、このトゲメットじゃ落ちやだめ、ごめん、吹いとしまった、吹いとしまった。ありがとうございまーす。と、まさかの投稿者隠し見つけちゃいました。なんでお前がいいんだよ、こっち側に。ちょっと出会えないのかとる。こっからゴールまでは届きませんね。いや、でも結局ね、下の奴らを刺さなくても、上のクッパちゃんを刺せば一気にゴールできる的な感じだと思うんだよね。だからね、上から行って、あのクッパちゃんだけ倒してしまえば、こっちの方だから、オッケー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 、ゆっくり行こうぜ、これで、オッケーオッケーオッケー。ちょっとお前、邪魔だ。じゃあ俺が出す、俺が絶対出す。俺が見つけたね、こっち俺とよ、こっち俺が見つけたんですよ。東京、オッケー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 、俺の、はい、俺のターン、おい、そっちゴールするのかーい。草人チャンネル。このバトコさん、案外、上からショートカットできる的な感じではないよね。そうなりますよね。ということでやらせていただきたいと思います。お前はあっち行けや、まか誰が。はい、ありがとうございます。なんか、爪、キノコ持ってない人は積んじゃいますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもね。いや、申し訳ないな。別にキノピオちゃんもね、間に合わなかったんだよね。あの、どこに入るの。別に外役プレイしたかったわけないと思うから、ごめんな。でも、普通に行かせていただきたいと思って。結局、クサージェンが勝つのよ。これで割れ、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 もう終わりか。怖いよー、怖いよー。キノピオちゃん、もう一回俺のレンジたる感じじゃなかった、今のアイコン的に。ごめんねー。草人チャンネル。もうカレーライスいらねえっつってんじゃねえか。ユースキーのバトコ出すな。どうも草人です。ゴゴカレーか、お前は。ほんとね、このツッコミ。いやゴゴカレーってずっと店内でさ、ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレーってずっと店内で洗脳してくんのよ。だからなんかもうね、ずっと、あ、ちょっと待って、これさ、え、ズルできるバトコ的な感じ。新しいぞ、そういうの待ってたよ。そうだよね、やっぱり。この隙間入れんじゃん。さっきのところもさ、バネの間のところ行けたからさ、これは新しいよ。ズルスピランだったけど、これ多分ズルバトコってことでしょ。このガリガリのところもなんかあったりしねえかな。怪しいよね。ちょっと待って、このツタもこっから行けた。あ、こういうのばっ
った新しいアイデアありがとうさすが高校カレーさんカレーライスにマヨネーズをかけるという斬新な発想ありがとうございます高校カレーさんそういうところでございます金沢カレーありがとう今までのカレーの概念を覆してくれてありがとう金沢そういうの待ってたのよカレーライスはカレーライスでもなんか斬新なちょっとなんかソースに近い感じのカレーライスでマヨネーズかけることによって美味しいカレーにしてくれるゴーゴーカレーさんのママの誕生金沢カレーさんありがとうございます草人チャンネル猫マリオのママゴールドでみんな右の猫ちゃん取りたいと思うじゃんそういうところでこれは上を攻めるべきで上を攻めたことによってルイーとキノピコが積んじゃうんですねありがとうございます天才的策略ありがとうございますそうだけどこのままだとキノピオに勝たれて終わっちゃねえかバカだろかなちょっと待ってくれよてかキノピオついてキノピコついてくんなお前は生身じゃねえかな猫取ってこいお前もう一回戻って猫取ってこい俺の邪魔すんじゃねえよな俺とキノピオの勝負なんだよここはやわてかずっとこのまま俺じゃねえぞなこんな最初からはもう猫ちゃんのたもがじゃねえかなこれで終わっちゃねえぞなんかいろいろ装飾とかあるけどスターだったらもうしょうがねえじゃないかずっと敵を倒して割り的な感じだったらもうマジでねえぞこれで敵倒して俺だったらマジでねえぞコースとしてそれ成り立ってねえからクソ子ちゃんだぞそれだったらな褒めるところがないよ今のところ褒めるところないからねこっからなんかすごい素晴らしいなんか天才的なアイデアない限りお前褒めるところないからなすばらしいアイデアありがとうございますあそこにブロックね手紙じゃないあそこにブロック石のブロック置くくねくねパック置くに置きますアインシュタインしかそんなことしないよ多分スティーブ・ジョブズかアインシュタインかジョン・レノンしかちょっと待ってこれ入るクソ子ちゃんじゃねえかお前さ猫じゃ一番さ入れねえじゃねえかバカだあれが何あちょっと待って結局これじゃあの、猫でシャーシャーすることもできねえし。土管見つけろって、もうクソ子ちゃんじゃん土管見つけろはクソ子ちゃんじゃねえかな探すたびでねえといけねえじゃねえか分かったらちょっと待ってね。とりあえずちょっと待って、ちょっと待って、探したい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 よ。もう、土管見つけたもん勝ちだからさ、一番最初見つけようぜ。これね、バネちゃん持って移動するところはやっぱり天才クサージンだよな。こういうところはやっぱりね、慣れてますよね、ミンバとね。みんな多分バネとか持ってないんだろうな。物元が早く泳げるからね。ないなぁ、土管。多分俺ね、この下怪しいと思うんだよね。みんなここ多分ね、のびのびパックンがいて行きたがらないじゃん。行きたがらないところを、あえて行くと土管が見つけるみたいな、そういうね、心理、投稿者の心理を読まなきゃダメよ、やっぱり。なんもないやけーお前、まあ、ちょっと待って、お前さ、急に出てきて攻撃すんの、マジでやめてくれ。猫キャン、猫キャンじゃねえ、猫ちゃんだぜ。なんだ猫キャンってこっちはちょっと待って猫ねえじゃねえかよどこで猫ゲットしたらいいんだ左側にあったっけ確か左側にあったよね猫ちゃんオッケーオッケーいやここに猫ちゃんあったからこの猫ちゃんを取ってあとは土管探すためだぞいやでもね結構みんな行ってると思ったけど案外いや裏面いやでもキノピオとキノピコはいねえから裏面一番あキノピオはいるキノピオはいるからキノピコも死んでるだけか。オッケーオッケーオッケー。はい、神、結構簡単なところやるんですけど、みんなここ見つけられなかったのかな。これで合ってる。まさかこれ引っ掛けとかだったらマジで。長いんですけど、これ。すんごい長いんですけど。まあ、でもさ、よくよく考えてみたらさ、あそこに、ブロックタイム、土管を置いたことで、だいぶ、突っ込みを入れられたらすごい楽しめたから、神子ちゃんじゃん